はい、えー。それでは今回はワードプレスブロックエディターの、えー、ブロックの機能の一つ、えー、グループ化機能についてご紹介します。で、えー、グループ化機能とは、えー、こちらにありますように、見出しブロックやリストブロック、段落、その他のいろいろなブロックを、えー、グループ化することで、グループ単位でブロックを移動したり、えー、文字や背景の色の設定、えー、CSS のクラス名の設定など、 で、きるるようにす,る機能ですでえー、まあ早速グループ化の設定というのをお見せしたいと思うんですけども、えー、グループ化の設定方法には大きく2つやり方があって、先に個々のブロックを作って、後からグルーピング化するといったやり方と、先にグループブロックを作って、後からブロックを挿入するといった2つのやり方があります。で えー、ここでは先に個々のブロックを作り、後からグループ化するというやり方からお見せしていきます。えー、固定ページまたは投稿の編集画面を開き、個々のブロックを作成していきます。 このような形で、まずは個々のブロックを普通に設定してきました。えー、それをグループ化するやり方なんですけど、えー、やり方は簡単で、えー、まずグループ化したい箇所を、えー、このように複数選択して、こちらの、えー、オプションからグループ化というのを選択します、えー。これでグループ化が出来上がりました。で、もう一つのやり方は先に グループブロックを作って、後からここのブロックを挿入するといったやり方です。えー、では早速お見せしたいと思います、えー。左上のブロックの追加から、グループというのがありますので、こちらをクリックします。えー、そうすると、グループブロックというのが挿入されましたので、この中に、えー、それぞれのブロックを入れていきます。 えー、このような形ですね。まあ、どちらでも出来上がってからは変わりはないんですけども、えー、まあ、先にここのブロックを作って、後からグループ化したいなという場合は、最初の手順、えー、後からグループ化する方法をやればいいと思いますし、えー、最初からグループ化、ここはグループ化する場所と決まっている場合は、先にグループ化ブロックを挿入して、そこに、各、え、々、ー、の,の,のブロックを入れていくと良いかなと思います。で注意点として、 え、まあ、グループ化して、このグループごとに移動しようと思っても、このグループのブロックをうまく移動できないといったことがよくあります。えー、例えばですけど、この辺をこう押してみても、選んでいるのはカラムブロックで、グループ単位で移動できないと。えー、そのような場合は、こちらの左下のブロックのナビゲーションを利用してあげると便利です。 えー、こちらにグループというのがありますので、このグループというのを選ぶと、えー、このグループブロックが選択されますので、えー、これに対して移動や、えー、複製削除と、あの設定ができるような形になります、えー。ですので、せっかくグループを作っても、その肝心のグループブロックを選択ができないといった場合は、左下のこちらのブロックのナビゲーションを見て、えー、ここを押して、えー、グループを選択するようにしましょう。 でえー、グループ化してできることを改めて説明すると、えー、大きく3つあって1つ目が、えー、グループ単位でページ内で移動といったのができるようになりますよと、えー、このような形ですねで、えー、グループ化してできることの2つ目なんですけどもグループに対する色や背景色、えー、および全幅の設定ができます えー、例えばですけども、こちらグループを選択した状態で、この右の設定メニューを見ると、色設定というのがあって、えー、こちらで文字色や背景色の設定ができます、えー。試しに背景色や文字色の設定をしてみましょう。えー、背景色を設定して、文字色を設定してみましたよと。 で、実際プレビューを見てみると、このような形で背景色と文字色の設定ができますよと。で、あと全幅というのもできます。グループを選択した状態で、上のツールバーの配置を変更というところから全幅というのがあります。で、こちらで見てみると、 このような形ですね。ちょっとあのサイドバーがあると全幅にしたときレイアウトが崩れてしまいますので、えー、ちょっと固定ページの設定でワンカラムに今回は設定してお見せします。えー、このような形ですね。まあ、ちょっと余白が足りないのでスペーサーブロックを利用して前後にスペースを入れてあげたいと思います。 これでいい感じになるのではないでしょうか。このような形ですね。この紺色の部分がグルーピング化している部分ですよというような形になります。で、グループ化してできることの3つ目が設定したグループに対するクラス名の設定です。 グループをまず選択した状態で、高度な設定というところに、HTML アンカーと追加 CSS クラスというのが設定できます。こちらに、例えばクラス名を指定して、CSS を指定することができます。ちょっと、あの、HTML や CSS というのを知っていないとできないんですけども、知っている方はオリジナルのデザイン等も作っていくことができます。例えば、 このようにガイダンスと入力して、検証ツールで見てみると、このグループ化している部分にガイダンスと、えー、入れた、えー、クラス名がついているのがわかります。えー、ですので、このクラス名のある H2 に対して、えー、今回は枠線なしという設定をしてあげたいと思います。ボ、えー、ーダー。ここでいいかな。えー、このような形ですね。 まあフォントサイズとかも少し大きくしてあげましょう。このような形でできましたよと。コピーして、追加 CSS で貼り付けてあげます。こうするとですね、えー、この グループ化した箇所の H2 だけデザインをオリジナルでカスタマイズすることができました。なおですね、この編集画面では、えー、追加 CSS で設定したデザインというのは反映されていないんですけども、えー、そこはあの気にしないでいいかなと思います。で、えー、もしグループ化を解除したいと言った場合は、えー、このグループ ブロックを選択して、こちらのグループ解除というところから、グループを解除することができます。そうすると、グループで設定した内容等も消えますので、その点だけご注意ください。で、まあ、あと補足になるんですけど、グループ化したことによってソースコード上がどのように変わったかを補足すると、グループ化したブロックをコードエディターで見ると、こちらのような形で、ディブタグ、 が、えー、追加されていますよ、と。えー、ですので、あの、グループ化は実態としては、え div、ー、タグ、グループ化用の div タグを追加しているといったような形になります。えー、試しにコードエディターの方を見てみますと、えー、このような形で、えー、グループ化したことによって、えぇ、ー、div タグが、このような形で2つつついていますよ、と。 いうようなのがわかりますよと。で、補足としてグループ化とは違うんですけども、再利用ブロックというのがあります。で、再利用ブロックはこちらのような形で、ブロックのひな型を登録し、それを各ページで参照して、ひな型として利用するような機能になります。ですので、試しにお見せすると、 えー、このグループを選択して、ここを例えば再利用ブロックに登録します。えー、こうするとですね、えー、他のブロックでもこの再利用ブロック、スクールのご案内というのを利用することができます。えー、試しに少しお見せすると。 新しいページ等でこちらで再利用可能というのがあってこれが先ほど登録したやつですのでこちらを選択するとこのような形で再利用ブロックを他のページでも利用することができましたでこちらの再利用ブロックというのはまた別の動画で詳しくご紹介したいと思いますのでここでは参考までに見ていただければなと思います はい、えー。今回は Wordpress クエディターのグルーピング機能についてご紹介しました。えー、グループ化することで、えー、グループ単位での、えー、設定変更等ができるようになりますので、よかったらぜひ使ってみるといいかなと思います。で、えー、このチャンネルではですね、Wordpress やホームページ、ブログなどについて、えー、お役立ちになる情報を随時配信していきますので、 ご興味ある方は、ぜひチャンネル登録の方をしていただけますと幸いです。今回は以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。